らみたいな道の駅 YouTuber が、その道の駅を作ることって実際可能なのかって。まあ今は無理だと思うけど。今日話を聞くのは、道の駅久上駅長の加藤鳩子さんです。出ました。加藤さんは、同じ新潟県の道の駅、庭園の里保内の駅長を務められた後、2022年からは久上の駅長に就任。現在は、全国道の駅女性駅長会会長も務められていらっしゃいます。まあ、以前我々のチャンネルの生配信にも出演していただきまして、うんうん、あれだよね、リニューアルオープンの時も行ってたよね。あ、そうですね。俺さ、去年秋に行ったのよ、はい、そしたらさ、すごい混んでて、で、駅長自らさ、レジ回りとかやってるんで挨拶しようと思ったんだけどさ、全然お話もできなくてもう初めましてって感じなんですけど。やだよ。え、じゃあ初めましてじゃなかったんで失礼しました。いやいやいや、お顔はあのね道の駅久上はですね、新潟県の津南市っていうところにあります。で、まあ海に近いところなんですね。で、すぐ道の駅の裏に久上山っていう山があって、まあそれを越えると海なんですけど、寺泊漁港っていう、あの、もう本当に、あの、お魚で有名なところがあって、あの、まあ、新潟県内でも結構人が集まる海なんですけど、まあ、そんなところにあります。で、お隣に、弥彦神社っていう旅行雑誌ですとか、そういうところにはもうパワースポットってご紹介いただける弥彦神社っていうのがすぐ近くにあって、まあ、そういう立地なので、あの、本当にいろんな方が来てくださいます。で、道の駅自体はですね、まあまあ当然売店があったり食堂があったりあのするんですけど、あの日帰り温泉もありまして、でさらに足湯があったり、まあ去年リニューアルしてからは手ぶらでバーベキューができたりデイキャンプができたり、で実はね今年あの RV パークを作りますので、もうあのぜひお泊まりでも楽しんでくださいっていう感じの、もうとにかくコンテンツが多い場所、まあ、あの道の駅なんですよね。始めるとキリがない感じです。ちょっと駅長業務の話になるんですけど、はいはい、いいね。加藤さんは、まあ、はい、保内の駅長もやられてたじゃないですか。で、はい、保内と久上ってそもそもコンセプト全く違うわけじゃないですか。保内はこういう点が良かった、久上はこういう点が良かったっていうのを、なんかその業務的な観点から教えてもらえますか。駅長としての仕事っていうところで言うと、はい、保内はあのもう本当に産業振興っていうことがもう唯一のミッションだったので、でもうそれ一つのことにも集中して、まあその産業もほないね、あの造園業の集積地ですけど、まあその本当皆さんが持ってる素晴らしい技術をもうどうやって次に伝えていくかっていうことがもう最大のミッションでしたから、まあそのためのそのゲートウェイとしてこの道の駅をどうするかっていう役割だったんですよね、はいはい、で、まあ、それに対して今の道の駅久上ってまあすごく多様な、まあ本当観光っていうところはまあ一つですし、あとまあ農業振興も入ってますし、まあ、もちろんあの産業振興も入ってるし、なんかそういうところがあの多面性のある道の駅なので、そこはなんていうか私もすごく勉強させてもらってるなと思うし、私にとってもすごいチャレンジな、うん、チャレンジングなことをさせてもらってるなと思ってます。あ、かもうそもそも道の駅の存在目的が2つとも違うって感じですか。この2つだけじゃなくて全国にある全ての道の駅にミッションがあると思うんですけど。あ、なるほど。久上って第三セクターじゃなくて指定管理者の運営形態を取ってると思うんですけど、はいはい、まあ、そもそもこの辺りの仕組みが分かんないと、まあ、ちょっと YouTuber がね
どうやったら道の駅を作れるかって理解できないと思いますんで、はい、まあちょっとね、くがみがどんな風に道の駅の運営を行ってるのかっていうのをちょっとね、教えてもらってもよろしいでしょうか。新潟県は結構指定管理者が多いですね。この辺結構地域性があるなと思ってるんですけど、そもそもから言うと、道の駅、まあ、全国今1200超えましたけど、ほとんどが自治体の持ち物です。まあ、道の駅くがみは燕市の持ち物だし、道の駅天の里ほないは三条市の持ち物です。まあ、ただ、行政だと、こう、直営が難しいので、まあ、その運営を、まあ、第三者に委託するっていう形になってます。で、それが、いわゆる第三セクターだったり、まあ、第三セクターの自治体が半分以上出資して作る、まあ、会社。まあ、民間の一般の会社に、こう、運営委託をするっていうのが、指定管理っていう制度。うん、まあ、ほとんどの道の駅が、まあ、そういう形で成り立っているっていうのが、まあ、大前提として。で、じゃあ、さて、じゃあ、道の駅くがみはっていうと、まあ、地元で、まあ、もともと本当、燕市の、企業さんですけど、居酒屋のチェーン店、まあ、やっているっていう形態になります。で、ちなみに、道の駅天の里保内はですね、地元の造園業者さんたちが集まった組合を作って、で、その組合が運営しているっていう形態だった。全国にはその漁港とかで漁師さんたちみたいな組合がやってる道の駅もあると思いますし、農家さんたちが集まってやってる道の駅もあったりします。で、その本当に形態がまず様々。よく聞かれると思うんです。指定管理料。行政が、まあ、自分たちが直営でできないので、まあ、管理運営をお願いしますっていう時に、管理運営費として、まあ、何百万だったり、何千万だったり、まあ、すごいところは億っていうところもあったりするんですけど、まあ、この管理料を、まあ、行政の方から、まあ、預かって、運営するっていう、ことがあるんですね。それを指定管理料って言っているんですけど、まあ、そういう仕組みになっています。まあ、ただ、この指定管理料も、実は道の駅くがみの場合は、指定管理料は、まあ、0円でやってるんですよね。まあ、さらにですね、3月の決算で、売上の、まあ、2% を燕市に還元するっていう、まあ、ただですね、実は、燕市から、応援していただいている部分はあって、それは年に3回大きいイベントがあるんですよね。今年だったらゴールデンウィークの後に、ちょっと春のイベント。で、あとは、周年祭。あと、秋の収穫祭っていう3つのイベントがあるんですけど、それについては、燕市から、実はイベントに紐付けて200万ずつ、イベント予算を、出していただいてるんですね。で、広報させてもらったり、まあ、イベント会社さんにこういろいろお願いしたりとか、まあ、その投資に使えるっていうところは、すごい助かってて、まあ、ただ、利益の 2% を還元すると、まあ、600万の超えた額を、まあ、納めることができてますので、まあ、そういう意味では、なんかすごいみんないい循環でやれてるなって、結構、これはすごくいいビジネスモデル、まあ、これから、道の駅、のあり方っていうところでも結構いいビジネスモデルって言えるんじゃないかなって思ってますね。うん、ぜひ、ダンペイとスーさんに知ってほしいのは、やっぱり、そういうふうにこうお金が動いているっていうところですかね。市町村と。自治体とも協力して、やっていくんだよっていうところですかね。女性駅長会っていうのは、はい、保内にいらっしゃる時に実際に作られてるんですけど、はい、これどういう経緯だったんですか？女性駅長会はですね、その保内の、まあ、立て直しをしている時に、その、なんていうかな、道の駅の裏側っていうのを、うん、目の当たりにしたんですよね。うん、まあ、やっぱり半公半民っていう、すごい特殊な、業界なゆえに、やっぱ現場にかかる負担っていうのがすごく大きな。まあ、特にその現場の長である、駅長にかかる負担っていうのが、まあ、すごく大きいんだなっていうことを、すごい学んで、で、実際、
本当にオープンの1ヶ月前に駅長がこう失踪しちゃうとか、まあ、本当に自殺しちゃうことって あるんですよ。断片スーザンも本当に道の駅やるなら覚悟してやった方がいいと思うけど。まあでもそれだけやっぱりこう駅長さんに現場にね負担がかかっている。でも なぜそうなるかっていうと、道の駅って今も全国1200ありますけど一つもマニュアルがないっていう業界なんですよね。で、まあ、だからこそこんなにこう多種多様な魅力のある道の駅がいっぱい、まあ、いっぱいっていうのもできてるっていう分、反面やっぱりその分やっぱり現場は全て手探りっていう状態なんですよね。でそれがまあなかなかこう行政間の話なんで、まあそれぞれの課題とか実は同じことで悩んで同じことを乗り越えてるのにそこがもう全く共有されてこなかったっていうのがあって、でまあ地域ごとにこう駅長会みたいなものはあるんですけど、まあ、全国をの現場をつなぐコミュニティっていうのは、まあ、なかったので、でそれで国交省の方と、まあ、いろいろお話しする中でやっぱりこれからは女性だよね、いいよね、女性駅長とかいいよねみたいな話から、あ、じゃあ女性駅長会をの立ち上げに、まあ、至ったんですけど、まあ、私を含めて5人のメンバーで立ち上げて、でまだ今でもその現場をつな全国の現場をつなぐコミュニティっていうのは私たちの会しかないので、本当に本当に本当に助け合ってます、まあ、いろんな質問をこうやったりとか、まあ、本当に日々の愚痴をやったりとかしてすごいすごい助け合ってます。僕らみたいな道の駅 YouTuber がその道の駅を作ることって実際現実的に可能なのかっていう、まあその別に1年後とかじゃなくてもいいんで、ゆくゆくはそれを実現実際できるかどうかって、うん、ちょっとそれについて加藤さん的にどうか聞かせてほしいです。あ、それ気になるね、確かに。まあ今は無理だと思うけど。それはもちろん、もちろんそれはそうだと思います。それはもちろんそうだと思います。あ、でも、単に面白いし、やってほしいなとは思います。新しく作る道の駅も本当そうなんですけど、皆さんがちょっと誤解しがちなのが、道の駅ってすごい簡単にやれると思っちゃってる部分があると思うんですよね。特に自治体なんかは、まあ、やっぱり、ああいう道の駅作りたいみたいなところから始まったりとかするので、なんかすごい簡単にできると思われてるんじゃないかっていうのは一つあって、もう、ちょっと一個よく考えてほしいのが、例えば道の駅久上だったら、売店があって、食堂があって、まあ、惣菜部があって、で、日帰り温泉があって、外のコンテナの一部はテナントなんですよね。だからこれだけで5つの業態をやってるんですよ。なんか普通に考えてどれか1個やるのがって大変なんですよ。めちゃめちゃスキルがいる。道の駅の運営を。それを、やっぱり道の駅建てるときにすごい簡単にできると思われてる。っていうのは、一つあると思うんですよね。だから運営をするっていうのは本当にスキルが必要なことなので、もうそこはね、プロと一緒にやるっていうのも一つだし、道の駅に修行に行くっていうのもあると思うし、そこはまあ本当現実的なこと言うと、そういうスキルはぜひ見つけてほしいなって思うんだけど、まあでもその今の道の駅に必要なのって結局なんか PR 力だったりとかするから、そういう意味でなんか、まあ、PR 力はね2人はあると思うので、なんかそういうところで活躍するとか、あとなんだろう、やっぱりお客さんもどこまで行ってもお客さん目線だと思うので、だからこのチャンネルも南別相談のチャンネルもすごい、まあ、めちゃめちゃ勉強になります。だからやっぱそのどこまで行ってもお客さん目線っていうのは本当に道の駅運営にとっては必要なので、だからそういうポジションでやるなら道の駅やれると思います。いいね。
見出せました。かつまあそうやね。どそうね。道の駅作るっつってどこまで担当するかっていうのもあるし。そうね。まあそうね。まあこういうのを提案するだけなのか、運営までやるのかとか、ね、まあいろいろ多分あるとは思うんで、まあ僕らに合ったやり方でやりたいと思ってます。ねうん、加藤さんが考える理想の道の駅の形っていうのは。どういう駅ですか？知りたい、関わる人がみんな幸せ。おまあ道の駅くがみがすごくなったねってなるより なんていうかつばめ市すごいねってなるんですよね。なんかやっぱりそう思うと本当にあの地域の人もなんかやっぱり喜んでくれるし、なんかどんどんあのなんだ協力してくれるし、だから去年に比べて今年は本当にあの農家さんも、まあ、うちのもう置いてほしいんですって言ってるくれる方が増えてきたり、あと今までの農家さんも今までより作付け面積を増やしてくれたり、なんかそうやってこう本当に地域がいい循環になっていくんですけど、まあ本当どんなちっちゃい関わりでも関わる人がこう幸せになっていくっていうのが目の前で見れるっていうのが本当にこの仕事の醍醐味です。うんうん、あともう一つこうぜひダンペイとスーザンにちょっと考えていただきたいですけど、はい、何でも考えます。なぜここに道の駅が必要なのか。っていうところは本当に全ての道の駅を持ってる自治体のミッションだと思うんですけど、まあ例えば私は新潟の田園風景、もう本当に燕市は春夏秋冬ね、それぞれ本当に綺麗 で白鳥が普通に5メートル先にいたりするんですよ。で、まあそういう風景が本当に世界の宝だなと思ってるんですよね。で、まあ、本当に外国の人が来ても、あーって、わーって心を打たれる景色だなと思っていて、で、まあもちろん道の駅でお米を売っている。で、それは、まあ、農家さんを助けるっていうことなんですけど、その先にこの風景を守ることにつながってると思ってるんですよ。まあ私の場合は、この新潟の田園風景ですけど、例えば、まあ、京都の南山城だったらお茶畑かもしれないし、まあ、渦潮とかだったら絶景かもしれないし、で、それが、まあ、例えば、保内だったら、まあ、地元の人たちが300年、続けてきた技術だったり、その守りたいものがそこにあるんだと思うんですよね。そのミッションを手に入れられたら、道の駅やれると思います。加藤さんの話聞いてどうでしたか？僕らは今 YouTube 上とかでこういろんな方から好かれないとダメだなって思ってるんですけど、それよりもはるかに好かれないとダメなんだ、いろんな方から。そうね、っていうとちょっとね、すごい難しいことだなと思うんですけども、まあ楽しませるっていうことに関しては、まあ、一緒になる部分もあったりするので、まあいろいろ知恵を使っていろんな人と出会って、まあ、やれたらいいなと思います。